こんばんは、柳です。今回は餌やり動画になるので、苦手な方はここで、ストップしてください。今日はダイヤモンドパイソンにラットの L サイズを、食べさせてます。いつもはワンサイズ上の LL サイズを食べさせてるんですけど、単純に今日は LL がなかったんで L サイズに、してます。まずはね、なんと言ってもダイヤモンドパイソン、名前に似合った美しいヘビですよね。ブラック&ホワイトがあまり他の種類のヘビではこの色合いはいないんじゃないかなと思います。名前の由来がね、ダイヤモンド、ひし形ですかね、の形に模様が似てるところからこの名前がついたみたいですけど、この個体はそんな感じしないですけどね。うちペアでいるんでもう一匹の方がむしろひし形模様がちょいちょいあるかなって感じなんで、次回はね、そっちの方も紹介していきたいと思います。紹介はこの辺までにしといて、今日の動画の餌やりなんでね、餌やりについて、ちょっと話していこうかなと思ってます。うちはね、このダイヤも含めてニシキヘビがやっぱり多いので、2週に1回はあ、げてます。ヘビの餌やりってまあそんなに単純じゃなくて、ヘビの大きさプラス、ケージの大きさっていうのがかなり重要になってくると僕は思ってるんですけど、それはやっぱり狭いケージで飼育してる場合は運動不足から来る肥満もあるので、餌の間隔をちょっと空けたりするのも大切なことかなと思うし、逆に十分なスペースを与えられるようなケージであれば、もっとガンガン食べさせて、大きくするっていうこともよくやりますね。ちなみに今このダイヤモンドが入っているケージサイズが横幅が1600の奥行きが1200の高さが900なんですけど、かなりね大型のケージになると思うんですよ。特に奥行きの1200って現実的じゃないと思うんであまり参考にはならないと思うんですけど、一つねこれだけは参考にしてほしいなって、ぜひ参考にしてほしいなって思うことがあって、それはね止まり木なんですよね。市販のケージとか使われてる方も多いと思うんですけど、高さがだいたい45とか60とかが多いと思うんですけど、上の方ってデッドスペースですよね。ヘビが壁伝いにこう沿って登ったりってことはあるかもしれないんですけど、基本的にあの空間って活用できないので、そこに止まり木を1本入れることによって本当にデッドスペースってなくなるので、かなりねどんなヘビでも立体活動とかもしてくれるんで、登ったり降りたりもするし、いい運動にもなるのでね、止まり木は本当に種類問わずおすすめしてます。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日は中型のヘビにラットだったんですけど、うちの売りは大蛇なので、そのうちね、大蛇に巨大な豚を食べさせてみたなんていうね動画も撮影していこうかなと思ってるので、また見に来ていただけたらと思います。あとね、引き続きチャンネル登録されてない方はチャンネル登録お願いします。